どうもこんにちは、理学療法士の岸田です。今回は頭がいいのに失敗する人の特徴というテーマでお話していきたいと思います。僕は今9年目の理学療法士で治療院を4店舗経営しています。経営をする立場になっていろいろアドバイスとか相談を求められたりするようになってきて、でその中でうまくいってる人といかない人の特徴っていうのがこうなんとなく分かってきたんで、今回はそんなお話をしていきたいと思います。でまずですね、頭がいいのにうまくいかない人の特徴の一つ目は、初めから費用対効果を考えすぎてしまう人です。まず費用対効果を考えすぎてしまうっていうのは、実は僕もそういう傾向がありまして、どうしてもこう打算的に考えちゃうんですね。で、これって大事なことではあるんですけど、最初からこれ考えすぎると何もできなくなっちゃいますよっていう話です。僕がですね、結構、いろいろ経営とかウェブとかやってみて、まあ、なんとなく分かることが多くなってきたんで、これぐらいの労力とコストをかけてこれぐらいの回収があるって、この回収の幅が大きいものじゃないとやりたくないって、思っちゃうようになったんですよ。でそうするとやっぱ最近感じるんですけど、挑戦ができなくなってくるんですよね。どういうことかっていうと、まずそのかけた工数に対してのリターンが大きいっていうのは、そこを狙い出すと、そもそも少ないっていうのと、そこはですね、頭のいい人たちがみんな狙うとこなんですよ。そうすると、劣等者になるんで、競争を勝ち上がるのがすごく難しくなるんですよね。なんで、普通の人がこういう打算的に考えすぎていくと、まず勝ち上がるのが難しい戦場になってしまうと思うんですよ。で、僕が今治療院を4店舗やってて、ある程度うまくいっている要因は何かって考えたときに、最初の頃ってそんなにこう賢くなかったんで、費用対効果とかってあんまり考えれなかったんですよ。そんなことよりも、こう目の前の患者さんを治すことに、こう、全神経というか全労力をこう投下してて、本当に毎日ずっと勉強してたんですよね。で、セミナーに行ってとかってこうがむしゃらにやったんですよ。今だったら考えられないなと思うんですよね。この知識があって1年目だったら施術をやったかっていうと、まあそれよりももっとなんか IT 系の方に転職したりエンジニアになろうかなとか、企業だけを考えたらそっちに行ったと思うんですけど、当時はそういう頭もなかったんで、もうとにかく目の前の患者さんを治すってことにもう全身全霊をかけてたんですよ。で、これをやり続けた結果、理学療法士とか柔道整復師さんの中の平均よりも上に行くことができて、で、ここって、でも、頭の人たちは入ってこない領域なんですよね。コスパが悪いんで。やっぱ実際僕も独立するまでに、こうやって店舗を出すまでにですね、7年か6年かな、6年ぐらいかかってるんで、最初ですね、今僕が大学卒業したばっかりとかだったら、6年かかるようなことで起業しようと思わなかったと思うんで、なんで、打算的に考えれなかったことで結果、うまくいったなっていう、こう他の人が入ってこない、ところがむしゃにやって突出することができたなと思うんですよね。なので最初からですね、費用対効果を考えすぎると、劣等者に突入するか、まあ、そもそもこう、ああこれやっぱ無理だなってなって挑戦するものがなくなってしまうっていうところがあると思うんで、最初はですね、あんまり考えすぎずに、まず若いうちは挑戦するようにした方がいいと思います。頭がいいのに失敗する人の特徴二つ目なんですけど、二つ目は素直じゃないっていうところですね。僕はですね、できる人から教わるっていうのが、まあ一番成功しやすいかなと思ってるんですよ。まあ臨床だったら、臨床で結果を出してる人から直接指導してもらうと、まあ自分のレベルも効率よく上がりやすいかなと、短期間で上がりやすいかなと思ってるんですね。なんですけど、その人から物を教わる時の絶対条件が、やっぱ素直なことかなと思ってます。なんか結構最近ですね、人からアドバイスとか相談を求められるケースが多いんですけど、で、それで僕の意見をこう言うじゃないですか。こうやった方がうまくいくと思うよとか、こういうふうにやった方がうまくいくんじゃないかなみたいなことを言うと、なんかこう、中途半端に頭のいい人って、あ、でもこうでこうでこうで、けどこうでこうでとかって、こう自分の意見をすごく持ってて、それを言ってくるんですよね。まあ別にそれはいいことだと思うんですよ。自分の意見を持ってるっていうのはまあいいことかと思うんですけど、まあだったらまずそれでやってみたらいいっていうか、なんかあんまりこう、どうせ僕が言ったとしてもそれやらないんだったらまあ意味ないじゃないですか。で、まあなんか実際自分のその意見を言ってきて自分でやるのに、うまくいかなくて、でまたこう相談されるみたいな。でもなんかあんまこれって意味ないし時間の無駄だなと思うんですよ。まあこっちもなんかこう、時間をそこで作ってやってるわけなんで、まあなんかあんまりこうめんどくせえなってなってちょっとやる気もなくなっちゃうんですよ。教える側も、なんかこれも臨床でもよくあるなと思ってて、まあ、例えばこう筋膜マニピュレーションのコースに行きました。で、筋膜マニピュレーションのコースとかってこうちゃんとこうやってっていうもう体系化されてるんですよね。で、これをちゃんとまずはやるべきだと思うんですよ。
これを、持ち帰って病院で自分の解釈を入れて、なんかこれとこれを組み合わせてとかってやり出すと、なんかそれはもう筋膜マニピュレーションではないので、筋膜マニピュレーションを考えてる人たちとかセミナーをやってる人たちにとってはもうなんか責任の範疇じゃないというか、まあそれは結果出ないよねっていう。なんで、なんか、中途半端に頭のいい人ってこういう風になりがち。まああとプライドが高い人ですね。でもまあ、こうなってくると教える側も気分が良くないというか、なんかめんどくさくなっちゃうんで、なんかこう、聞かれたことに最低限答えるだけになっちゃうんですよね。なんかすごい僕もこれやってみて思うんですけど、素直にこう言うことを 100% 吸収しようと思って、一旦やってみてくれる人って、こっちもすごいもう、どうにか結果を出させようと思って頑張る。で、これでうまくいかなかったらすごい責任を感じるんで、なんかもっとじゃあこうしてこうしようとかって一緒に考えて、やってこうって応援したいなって思うんですけど、なんかその素直さがないともうなんか応援したいって思わないで、もうなんかじゃあちょっととりあえず自分で勝手にやったよって思っちゃうんですよね。多分これみんなそう思ってると思うんで、僕の持論としてはやっぱりできる人から教わることが最も、効率のいいことだと思ってるんですけど、そしたらこうできる人から 120% 教えてもらうためにはどうしたらいいかって考えて、で、そのためにはやっぱ素直になる必要があると思うんですよ。相手のためになることを先にギブするっていうのが鉄則だと思うんですけど、ギブするものがない時って多分あると思うんですよ、若い時は。その時ってもう素直さしか売りないんで、素直さと一生懸命さを売りにしていくしかないんで、なんかそこで、なんかこう自分の意見とか言っちゃって、でもけどとかってなっちゃうと、まあじゃあ自分でやりなよって思っちゃうんで、そこはほんと気をつけた方がいいかなって。なんかすごい最近それを感じてたんで、まあこの動画も撮ったっていうのもあります。なのでちょっと気をつけてください。ということで今回はこの動画ここで終わりです。ここまでの動画面白いと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録お願いします。